皆さんこんにちは、あこです。みこです。あこみこです。本日はこちら買ってきまいりました。じゃん、マックドナルド。マックドナルド。マックって言うとさ、マクドって人もいるしなと思って、あマックドナルド。いいから行くわ。はい、どうぞ。本日はこちら買ってまいりました、マクドナルド。マクドナルドさんの新商品で、スパイシーマックチキンナゲットっていうちょっと辛めのナゲットです。4個買ってきてます。4、5、20。1人10個、1分30分でどっちが多く食べれるか対決していきたいと思います。本日もコーラで、はい、安定の。私はちょっとコーラ苦手なんでスプライト飲んでます。嘘だ。本当だよ、コーラ嫌いだよ。早速始めます。はい、レディーゴー。ん、フラッグ。ん、辛くない。うん、待って、ストップストップ。バーベキュー。うん、今だ。辛いかも。うん、めっちゃ美味しい。でもなんかファミリー向けの辛さ。うん、そうだね。子供も、うん、子供はきついか。ちょっと私はあんまり好きじゃない。得意ではないから辛いのは。私は好き。玉入れ方式でいきます。はい、1、2、3、え、4、5。同点。マジか。結構早かったな、色黒。頑張った、めっちゃ詰め込んだ。マジか。辛です。辛。全然見てなかったから分かんないけど、いや、これは引き分けということで。そうですね。イエーイ。でも美味しかった、うん、限定なのかな。あ、どうなんだろう。なんか唐揚げくんよりは辛くないです。ローソンの、うん、唐揚げくんレッドよりは辛くない。私たちはマスタードを選んだんですけど、辛いソースがあったみたいなんですけど売り切れちゃってて。あ、そうなんだ。マスタードにしました。マスタードつけても美味しい、うん、マスタードつけて美味しい、うん、食べたいと思います。最後までもう食ってるけど。うん、なんか食いつけると食べやすい。うん、これ飽きたかもね。だよ、この飽きたいそう、あのこのまま食べてたら。あ、何もつけなかったら。うん、うん、でも美味しい、何もつけなくても。私は普通のナゲットより好き。あ、うん、なるほど。うん、なんか最後だん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 辛くなるのも、あのビスタレースとかよりは。あー、食べた瞬間からもうあれは、うん、いやでも感じなかった最初そんなに。そうそう、なんか飲み込んでみたいな。うん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 、なんか喉にこうくるんだよね。うん、なんかあれより辛いのあるらしい。え、うん、あれはあれより一番辛いのがあるみたいな言ってた。ペヤングの、うん、うん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 、ペヤングのあれで、うん、マジ、うん、お腹空いてたからさ、すごい食べれた、うん、あの時今。あ、今。おー、
全然あれより辛くないじゃん。いや、あれよりは辛くないけどさ、なんかずっと食べてるとやっぱ辛い。そのエスカレソースつけてみたかったね。そう、ちょっとお腹いっぱい。初めてだな、2個一人で食べるのって。ね、てか1個でもさ、なんかシェアとかするじゃん。うん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 。まあちょっと女子なんで急に女子まで。だからさ、結構ね。食べていいの？うん、食べてよ。最後の1個食べます。なんか、うん、思ったよりも大きかったナゲットが。もっとバクバク食べれると思ったんだけど。いや、思わなかったね。思わなかった？うん、食べ終わりました。いや、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ね、辛いの好きな人は挑戦してみてください。もしね、激辛ソースがあったらぜひ試してみてください。今回は引き分けでした。じゃあまた動画投稿します。バイバーイ。